最終案内をいたします。日本航空長崎行き7時35分発605便ご利用のお客様は搭乗口14番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines Flight 0605 for Nagasaki. Passengers on this flight should be on board through gate number 14. 日本航空より出発便最終のご案内いたします。7時30分発関西空港行き221便はただいまご利用の皆様方を機内へと最終のご案内中でございます。当便はお客様のご搭乗お待ちしております。どうぞお乗り遅れのございませぬようお早めに24番搭乗口よりご搭乗ください。またお近くの日本航空係員までお知らせください。221便関西空港行きは間もなくで出発いたします。日本航空よりご搭乗最終のご案内をいたします。7時35分発長崎行き日本航空605便は間もなく出発いたします。ご利用のお客様は14番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空よりご案内いたします。函館行き7時45分発日本航空585便はただいまご利用の皆様を連絡バスへとご案内しております。函館行き7時45分発日本航空585便ご利用のお客様は1階北バスラウンジ34番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空よりご搭乗最新のご案内をいたします。長崎行き7時35分発日本航空605便はあと5名様のお客様をお待ちしております。長崎行き7時35分発日本航空605便をご利用のお客様はお急ぎ14番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。ただいまより日本航空航空行き491便は
グループ番号またお乗せ番号にかかわらず、すべてのお客様を飛行機内へとご案内いたします。どうぞ12番搭乗口にご搭乗ください。本日もスムーズなご通過にご協力いただきありがとうございます。日本航空より出発の最終案内をいたします。7時40分発高知行き日本航空491便がただいま12番搭乗口より皆様お機内へ最終のご案内中でございます。日本航空491便で高知へご出発の皆様、どうぞお乗り遅れございませんよう12番搭乗口よりご搭乗ください。ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空高知行き7時40分発491便ご利用のお客様は搭乗口12番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines Flight 0491 for Kochi. Passengers on this flight should be on board through gate number 12. グループ1のお客様を飛行機へご案内いたします。
本日ファーストクラスをご利用のお客様、ダイヤモンド、ジュージシスルミア、エメラルドコインのお客様はどうぞ13番到着しようにご到着ください。日本航空より15分の10、お願いします。現在5分にて、ファーストクラスのビッグティーマンについてお客様にご案内いたします。当便のファーストクラスは、カテゴリー S7 番のお客様をお示しで満席となりました。当便にて、ファーストクラスのビッグティーマンについてお客様は、恐れ入りますが、ご搭乗手続きを行っているのをご搭乗お願いいたします。7番にお待ちしております。日本航空905便はグループにのお客様を飛行機へとご案内しております。どうぞ13番到着しようにご搭乗ください。続きまして沖縄那覇行き日本航空905便はグループさんの後方のお座席のお客様を飛行機へとご案内いたします。お座席の番号は40番以降のお客様、どうぞ13番到着しようにご搭乗ください。出発便のご案内をいたします。日本航空沖縄那覇行き8時15分発905便、ご利用のお客様はただいま搭乗口13番です。905 for Okinawa Naha is now boarding through gate number 13. その後、ポーズを下げるため、グループさんのまとかは、A と K の
号土石のお客様をご案内いたします。続いてグループ4の P と J の土石のお客様をご案内いたします。最後にグループ5を含めた全てのお客様をご案内いたします。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。係員のお手伝いを希望されるお客様はどうぞ12番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。続きまして日本航空小松行きはグループ1の間にグループ2のお客様を飛行機にご案内いたします。ダイヤモンド、成長シーズニア、エメラルド、サファリサイン、光る両方のお客様はどうぞ12番搭乗口よりご搭乗ください。グループ3番のお客様は飛行機内でご案内いたします。予測番号がアルファベット A から2級のお客様はどうぞ12番搭乗口にご搭乗ください。
This is the final call for Japan Airlines, flight 0283 for Izumo. Passengers on this flight should be on board through gate number 10.This is the final call for Japan Airlines, flight 0375 for Kitakyushu. Passengers on this flight should be on board through gate number 4.日本航空157便の飛行機へのご案内は、
4番搭乗口にて9時25分ごろを予定しております。本日こちらの便を担当いたしますのは栗原でございます。ご不便な点はどうぞお気軽にお知らせください。重ねまして日本航空より皆様にご協力のお願いがございます。飛行機はお客様全員の着席を確認させていただいた後に出発をいたします。機捜室のご利用や身の回りのご準備はお済ませの上ご搭乗ください。また飛行機内にいられましたら速やかにお座席にお座りになりシートベルトをお締めいただけますよう皆様のご協力をお願いいたします。日本航空より9時40分発広島行きのお客様にご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗は4日に分けてご案内いたします。それまではどうぞおかけになってお待ちください。はじめに事前改札として係員のお手伝いを希望するお客様、2歳以下の赤ちゃん連れのお客様、現在妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて優先搭乗としてダイヤモンド、エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後機内混雑を避けますため、お座席番号が後方座席22番から39番のお客様を先にご案内いたします。本日もワンワードアイアスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。日本航空より9時40分発広島空港行き257便ご利用のお客様に事前改札のご案内いたします。本日係員のお手伝いを希望されるお客様、2歳以下の赤ちゃん連れのお客様、現在妊娠中のお客様はどうぞ4番搭乗口よりご搭乗ください。館内の皆様にお願いいたします。ロビー内においての歩きながらの携帯続きまして日本航空広島空港行きは優先搭乗のご案内いたします。エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様、どうぞ4番搭乗口にご搭乗ください。続きまして日本航空松山行きは優先搭乗をご案内いたします。ダイヤモンド、エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様、どうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。いつもご搭乗ありがとうございます。ただいま松山行きは優先搭乗をご案内中でございます。続きまして日本航空松山行きは機内での混雑を避けるため、お座席番号が22番から39番後方座席のお客様をご案内いたします。どうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして日本航空広島空港行きは機内混雑を避けますため、お席の番号後方座席22番以降のお客様をご案内いたします。お席の番号22番から39番のお客様、どうぞ4番搭乗口よりご搭乗ください。本日クラス J シート並びに普通席前方座席にお座りのお客様は次のアナウンスにてご案内しますので、今しばらくお待ちください。9時40分発広島行き257便にてクラス C シート空席待ちのお客様にご案内いたします。本日のクラス C シートはご予約をお持ちのお客様で満席となりました。大変恐れ入りますが、お手続き済みの普通席にてご搭乗をお願いいたします。またのご利用をご案内お待ちしております。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより日本航空広島空港行きはご利用の皆様を飛行機内とご案内いたします。9時40分発広島行き日本航空257便ご利用のお客様、4番搭乗口にご搭乗ください。日本航空より出発便のご案内いたします。ただいま9時40分発広島空港行き日本航空257便はご利用の皆様を飛行機内とご案内しております。9時40分発
より9時45分発松山行き433便をご利用のお客様にご案内いたします。ただいま松山行き433便はご利用の皆様を7番停車口よりご案内中でございます。松山行き9時45分発433便をご利用のお客様、搭乗口のお間違いまた乗り遅れ等ございませんようどうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空広島行き9時40分発257便ご利用のお客様は搭乗口4番からご搭乗ください。This is the final call for Japan Airlines Flight 0257 for Hiroshima. Passengers on this flight should be on board through gate number 4. Thank you.
Passengers on this flight should be on board through
through gate number 15. 皆様こんにちは。日本航空よりご搭乗時刻のご案内をいたします。旭川行き17時50分発日本航空557便の皆様の飛行機へのご案内は、13番搭乗口にて17時35分を予定しております。こちらの便を担当いたしますのは亀山でございます。ご不明な点はどうぞお気軽にお知らせください。重ねまして日本航空より皆様にご協力のお願いがございます。飛行機は皆様の着席を確認させていただいた後に出発いたします。化粧室のご利用や身の回りのご準備をお済ませの上ご搭乗ください。また機内に入られましたら速やかに元席にお座りになり、シートベルトをお締めいただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。日本航空より17時50分発旭川行きをご利用のお客様にご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。それまではお受け取りお待ちください。はじめに事前解説として、お手伝いを希望されるお客様、2歳までの赤ちゃん連れのお客様、現在妊娠中のお客様をご案内いたします。その後機内の混雑を避けるため、その失礼いたしました、事前解説に続き優先搭乗としてダイヤモンド、エメラルド、サファイアパーリー、JAL グローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後機内の混雑を避けるため、お座席番号が30列目より後方のお客様をご案内した後に、本日クラス J をご利用のお客様、並びに前方席のお客様をご案内いたします。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。日本航空より17時50分発旭川行き557便空席待ちのお客様へご案内いたします。当便はただいまより空席待ちのお客様の航空券並びに整理券までご確認行います。当便にて空席待ちをされているお客様、13番14番搭乗口本部にございます空席待ちカウンターまでお越しください。まあ、本日のクラス J シートはカテゴリー S1 番のお客様を待ちまして満席の予定でございます。カテゴリー S2 番以降の番号をお持ちのお客様は大変恐れ入りますが、ご搭乗手続き済みの宇宙席でご搭乗お願いいたします。皆様のまたのご利用をここでもお待ちしております。なおこちらのアナウンスはお座席確約のアナウンスではございません。あらかじめご了承ください。日本航空より17時50分発旭川行き557便にて空席待ちのお客様へご案内いたします。本日のクラス J シートはご予約のお客様をもちまして満席となりました。当便にてクラス J アップグレード空席待ちをされていたお客様は大変恐れ入りますが、ご搭乗手続き済みの不施設でご搭乗お願いいたします。皆様のまたのご利用を心よりお待ちしております。日本航空より17時50分発旭川行きをご利用のお客様に事前改札のご案内をいたします。2歳までの小さなお子様連れのお客様、現在妊娠中のお客様、ご搭乗に際し係員のお手伝いが必要なお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして旭川行きは優先搭乗のご案内をいたします。ダイヤモンド、エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。いつもご利用ありがとうございます。続きまして旭川行きは機内の混雑を避けるため、お座席番号が30列目より後方のお客様をご案内いたします。どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。改札機ご通過の際には搭乗券、IC カード、バーコードがついた媒体が必要でございます。お一人様一つ必ず保安検査所でかざしていただきました媒体をお持ちの上お待ちください。また改札機反映がするまでに少々お時間を頂戴しております。ランプと音が鳴るのをご確認の上お進みいただきますようご理解とご協力をお願いいたします。Japan Airlines.
0557 for Asahikawa is now boarding through gate number 13. ただいまより旭川行きはお座席番号にかかわらず全てのお客様をご案内いたします。どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。スムーズなご搭乗にご協力くださりありがとうございます。ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空旭川行き17時50分発557便ご利用のお客様は搭乗口13番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines Flight 0557 for Asahikawa. Passengers on this flightShould be on board through gate number 13. 続きまして日本航空福岡行き329便は優先通過としてダイヤモンド、エメラルド、サファイアガイン、ジェル、グローバルクラブのお客様、並びに本日ファーストクラスをご利用のお客様を先に飛行機内へご案内いたします。どうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして日本航空福岡行き329便は飛行機内の混雑を避けるためお座席番号後方30列目以降のお客様を先に飛行機へご案内いたします。どうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。本日クラス G をご利用のお客様、並びに普通席前方お座りのお客様は改めてご案内いたしますので、今しばらく11番搭乗口付近にてお待ちください。またご搭乗の際には保安検査場でかざしていただいた二次元バーコード、IC 機能付きカード、搭乗券が必要になります。ご案内のシートではご搭乗いただけませんので、保安検査場でかざしていただいたものと同じものをご用意お願いいたします。また、改札機にはセンサーがございます。赤い箱の上で、一歩立ち止まっていただき、帰るとお客様を確認した後、ご通過をお願いいたします。QR コードの読み取りにも3秒から4秒ほどお時間をいただいておりますので、スムーズなご搭乗にご協力をお願いいたします。出発便のご案内をいたします。日本航空福岡行き18時10分329便ご利用のお客様はただいまに搭乗の時Japan Airlines Flight 0329 for Fukuoka is now boarding to gate number 11. ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空福岡行き18時10分発329便ご利用のお客様は搭乗口11番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines Flight 0329 for FukuokaPassengers on this flight should be on board through gate number 11. 日本航空より大阪伊丹行き133便をご利用のお客様にご案内いたします。ただいま大阪伊丹行きは車椅子ご利用のお客様を飛行機内へとご案内しております。車椅子ご利用のお客様のお座席着席確認次第、続きまして優先搭乗のご案内をいたします。抽選搭乗対象会のお客様、大変恐れ入りますが、今しばらく乗り場搭乗口付近にてお待ちください。お待たせいたしました。続きまして、大阪伊丹行き133便は、会員のお客様をご案内いたします。本日、ファーストクラスご利用のお客様、ダイヤモンド、エメラルド会員のお客様、どうぞ12番搭乗口よりご搭乗ください。
客様の優先搭乗のご案内をいたします。どうぞ12番搭乗口よりご搭乗ください。出発便のご案内をいたします。日本航空大阪伊丹行き18時25分発133便、ご利用のお客様はただいまより搭乗口12番からご搭乗ください。もう一度触れてください。 Japan Airlines Flight 0133 for Osaka Itami is now boarding through gate number 12. This is the final call for Japan Airlines, flight 0133 for Osaka, Itami. Passengers on this flight should be on board through gate number 12. This is the final call for Japan Airlines, flight 0331 for Fukuoka. Passengers on this flight should be on board through gate number 9. This is the final call for Japan Airlines, flight 0605 for Nagasaki. Passengers on this flight should be on board through gate number 14. 日本航空より出発便最終のご案内いたします。7時30分発関西空港行き221便はただいまご利用の皆様方を機内へと最終のご案内中でございます。当便はお客様のご搭乗お待ちしております。
どうぞ乗り遅れのございませぬようお早めに24番搭乗口よりご搭乗ください。またお近くの日本航空係員までお知らせください。221便関西空港行きは間もなくで出発いたします。日本航空よりご搭乗最終のご案内をいたします。7時35分発長崎行き日本航空605便は間もなく出発いたします。ご利用のお客様は14番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空よりご案内いたします。函館行き7時45分発日本航空585便はただいまご利用の皆様を連絡バスへとご案内しております。函館行き7時45分発日本航空585便ご利用のお客様は1階北バスラウンジ34番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空よりご搭乗最新のご案内をいたします。長崎行き7時35分発日本航空605便はあと5名様のお客様をお待ちしております。長崎行き7時35分発日本航空605便をご利用のお客様はお急ぎ14番搭乗口よりご搭乗ください。
ご利用のお客様は搭乗口12番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines Flight 0491 for Kochi. Passengers on this flight should be on board through gate number 12.日本航空905便の飛行機のご案内は13番搭乗口にて7時55分を予定しております。こちらの便を担当いたしますのは白石でございます。お手伝いを希望されるお客様はどうぞお気軽にお伝えください。日本航空より沖縄那覇行き8時15分発日本航空905便をご利用のお客様へご搭乗の順番についてご案内いたします。搭乗時のお客様同士の間隔を保つためご搭乗は6回に分けてご案内いたします。それぞれのご案内までお確認になってお待ちください。はじめに事前挨拶としてお手伝いを希望されるお客様、2歳以下のお子様連れのお客様、妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて、搭乗券またはご搭乗案内レシートに記載されているグループ番号順にご案内いたします。まずグループ1として本日ファーストクラスをご利用のお客様、ダイヤモンド、JGC プレミア、エメラルドフラインのお客様をご案内いたします。次にグループ2としてJALグローバルクラブ、サファイアファインのお客様をご案内いたします。その後、混雑をかけるため、グループ3のお乗り番号40番以降のお客様をご案内いたします。続いて、グループ4のお乗り番号20番以降のお客様をご案内いたします。最後に、グループ5を含めた全てのお客様をご案内いたします。今日のワンワンザーライアンスメンバー、日本航空をご利用くださいまして、ありがとうございます。日本航空より九十島三脈様にご案内いたします。ただいまより8時15分発沖縄那覇行き905便にて九十島市のお客様の搭乗券と整理券番号の確認をいたします。沖縄行き905便にて九十島市のお客様は13番搭乗口横九十島市カウンターまでお越しください。なおこちらの放送を立てた予約ではございません。あらかじめご了承ください。日本航空より沖縄那覇行き8時15分発日本航空905便をご利用のお客様へ事前挨拶のご案内をいたします。係のお手伝い役を連れのお客様、赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。沖縄那覇行き日本航空905便はグループ1のお客様の飛行機へご案内いたします。本日ファーストクラスをご利用のお客様、ダイヤモンド、JGC プレミア、エメラルドファインのお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空より9時15分発沖縄那覇行き905便にてファーストクラスのみ9時15分発お客様にご案内いたします。当便のファーストクラスはカテゴリー S 7番のお客様を示して満席となりました。当便にてファーストクラスのみ9時15分発お客様はお取りしますが、ご搭乗手続きのお手伝い席へのご搭乗をお願いいたします。このご利用を待ちしております。続きまして沖縄那覇行き日本航空905便はグループ3の後方のお座席のお客様を飛行機へのご案内してあります。どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして沖縄那覇行き日本航空905便はグループ3の後方のお座席のお客様を飛行機へのご案内してあります。
行券とご案内いたします。この席の番号が40番以降のお客様、どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。
is now boarding through gate number three. This is the final call for Japan Airlines, flight 0257 for Hiroshima. Passengers on this flight should be on board through gate number 4. This is the final call for Japan Airlines, flight 0283 for Izumo. Passengers on this flight should be on board through gate number 10. This is the final call for Japan Airlines, flight 0375 for Kitakyushu. Passengers on this flight should be on board through gate number 4.
433便の日本へのご案内は、花の登場を聞いて9時30分ごろをお願いします。こちらの便は担当いたしますのは採用してございます。お不明な点はどうぞお気軽にお知らせください。重ねまして日本航空より皆様にご協力のお願いがございます。飛行機はお客様で一度着席を確認させていただいた後に出発いたします。化粧室のご利用や身の回りのご準備はお済ませの上ご搭乗ください。機内に入られましたら速やかにお座席にお座りになり、シートベルトもお締めいただきますよう皆様のご理解とご協力をお願いいたします。引き続き日本航空より松山行き433便をご利用のお客様にご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗後は本日4回に分けてご案内いたします。それまではどうぞおかけになってお待ちください。はじめに事前解説として、係員のお手伝いをご希望のお客様、妊娠中のお客様、2歳までの小さなお子様連れのお客様をご案内いたします。続いて優先搭乗として、ダイヤモンド、エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後、機内での混雑を避けるため、お座席番号は22番から39番の後方座席のお客様をご案内しました後、ご利用の皆様を機内へとご案内いたします。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空もご利用くださいましてありがとうございます。日本航空よりご搭乗時刻のご案内いたします。広島空港行き9時40分発日本航空257便の飛行機へのご案内は、4番搭乗口にて9時25分頃を予定しております。本日こちらの便を担当いたしますのは栗原でございます。ご不明な点はどうぞお気軽にお知らせください。重ねまして日本航空より皆様にご協力のお願いがございます。飛行機はお客様全員の着席を確認させていただいた後に出発をいたします。化粧室のご利用や身の回りのご準備はお済ませの上ご搭乗ください。また飛行機内にいられましたら速やかにお座席にお座りになり、シートベルトをお締めいただけますよう皆様のご協力をお願いいたします。日本航空より9時40分発広島行きのお客様にご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗は4日に分けてご案内いたします。それまではどうぞおかけになってお待ちください。はじめに事前解説として、係員のお手伝いを希望するお客様、2歳以下の赤ちゃん連れのお客様、現在妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて優先搭乗として、ダイヤモンド、エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後機内混雑を避けますため、お座席番号が後方座席22番から39番のお客様を先にご案内いたします。本日もワンワールドアイアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。日本航空より9時40分発広島空港行き257便ご利用のお客様に事前解説のご案内いたします。本日係員のお手伝いを希望されるお客様、2歳以下の赤ちゃん連れのお客様、現在妊娠中のお客様はどうぞ4番搭乗口よりご搭乗ください。館内の皆様にお願いいたします。ロビー内においての歩きながらの携帯続きまして、日本航空広島空港行きは優先搭乗のご案内いたします。エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様、どうぞ4番搭乗口にご搭乗ください。続きまして日本航空松山行き
には優先搭乗をご案内いたします。ダイヤモンドエメラルドサファイアクアリン JAL グローバルクラブのお客様、どうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。いつもご搭乗ありがとうございます。ただいま松山行きは優先搭乗をご案内中でございます。続きまして日本航空松山行きは機内での混雑を避けるため、座席番号が22番から39番後方座席のお客様をご案内いたします。どうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして日本航空広島空港行きは機内混雑を避けますため、お席の番号後方座席22番以降のお客様をご案内いたします。お席の番号22番から39番のお客様、どうぞ4番搭乗口よりご搭乗ください。本日クラス J シート並びに普通席前方座席にお座りのお客様は次のアナウンスにてご案内しますので、今しばらくお待ちください。広島行き257便にてクラス J シート空席待ちのお客様にご案内いたします。本日のクラス J シートはご予約をお待ちのお客様で満席となりました。大変恐れ入りますが、お手続き済みの普通席にてご搭乗をお願いいたします。またのご利用をご案内お待ちしております。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより日本航空広島空港行きはご利用の皆様を飛行機内とご案内いたします。9時40分発広島行き日本航空257便ご利用のお客様、4番搭乗口にご搭乗ください。日本航空より出発便のご案内いたします。ただいま9時40分発広島空港行き日本航空257便はご利用の皆様を飛行機内とご案内しております。9時40分発広島行き日本航空257便ご利用のお客様はどうぞ4番搭乗口にご搭乗ください。日本航空より9時45分発松山行き433便をご利用のお客様にご案内いたします。ただいま松山行き433便はご利用の皆様を7番搭乗口よりご案内中でございます。松山行き9時45分発433便をご利用のお客様、搭乗口のお間違いまた乗り遅れ等ございませんようどうぞ7番搭乗口よりご搭乗ください。ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空広島行き9時40分発257便ご利用のお客様は搭乗口4番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines flight 0257 for Hiroshima. Passengers on this flight should be on board through gate number 4. 日本航空よりお詫びとお知らせを申し上げます。10時上発大分空港行き663便は感染症の指示によりお客様が全員飛行機に乗りになってもそのまま待機して離陸するのに時間を要する可能性がございます。大変申し訳ございませんが、搭乗が始まる前に検証室のご利用をお願いください。本日は出発に時間を要する可能性がございますことをお詫び申し上げます。中止上発大分空港行きは事前観察ご案内しております。本日ミサイル型赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様、お手伝いを希望されるお客様、発車日時の8番搭乗口までお越しください。なお、優先搭乗一般のお客様はもう少々おかけになってお待ちください。中止上発大分空港行きは優先搭乗をご案内いたします。対象のお客様、どうぞ8番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。10時上発大分空港行きは混雑を避けますので、お座席が
号22番ホームお客様の機内へご案内いたします。どうぞ初めの初日よりご乗車ください。大変お待たせいたしました。Thank you.
大変長らくお待たせいたしました。ただいまより出雲行き283便はお座席番号にかかわらず全てのお客様を飛行機内へご案内いたします。どうぞ10番搭乗口よりご搭乗ください。なお本日はご搭乗に際し事前改札並びに優先搭乗にご協力いただきまして誠にありがとうございます。大変お待たせいたしました。なおご搭乗の際には保安検査場でかざしていただいた搭乗券二次元バーコード IC 機能付きのカードや携帯電話がお一人様を一つずつ使用されます。レシートのみではご搭乗いただけませんので必ずバーコードをご準備ください。またこちらの改札機バーコードの読み取りに少々お時間をいただいておりますが慌てず赤い枠の中にバーコードをしっかりとおかざしいただき反応するまで触れたままでお願いいたします。ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空出雲行き14時発283便ご利用のお客様は搭乗口10番からご搭乗ください。 This is the final callFor Japan Airlines, flight 0283 for Izumo. Passengers on this flight should be on board through gate number 10. ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空北九州行き14時10分発375便ご利用のお客様は搭乗口4番からご搭乗ください。 This is the final call for Japan Airlines flight 0375 for 北九州。Passengers on this flight should be on board through gate number 4. Nihon Kokuyori 14時25分発長崎行き611便をご利用のお客様へご案内いたします。ただいま皆様を機内へご案内いたします。お時間となりましたが、機内の最終準備に時間を要しております。ご利用のお客様、お待たせして大変申し訳ございません。次のご案内まで今しばらく搭乗口の一番機にてお待ちください。日本航空より長崎行き611便をご利用のお客様へ事前改札のご案内をいたします。係員のお手伝いを希望されるお客様、2歳までのお子様をお連れのお客様、現在妊娠中のお客様はどうぞ8番搭乗口よりご搭乗ください。旭川行き17時50分発
日本航空557便の皆様の飛行機へのご案内は13番搭乗口にて17時35分を予定しております。こちらの便を担当いたしますのは亀山でございます。ご不明な点はどうぞお気軽にお知らせください。重ねまして日本航空より皆様にご協力のお願いがございます。飛行機は皆様の着席を確認させていただいた後に出発いたします。化粧室のご利用や身の回りのご準備を済ませの上ご搭乗ください。また機内に入られましたら速やかに元席にお座りになりシートベルトをお締めいただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。日本航空より17時50分発旭川行きをご利用のお客様にご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。それまではお掛けになってお待ちください。はじめに事前解説としてお手伝いを希望されるお客様、2歳までの赤ちゃん連れのお客様、現在妊娠中のお客様をご案内いたします。その後機内の混雑を避けるため、失礼いたしました、事前解説に続き優先搭乗としてダイヤモンド、エメラルド、サファイアパーリー、JAL グローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後機内の混雑を避けるためお座席番号が30列目より後方のお客様をご案内した後に、本日クラス J をご利用のお客様、並びに前方席のお客様をご案内いたします。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。日本航空より17時50分発旭川行き557便空席待ちのお客様へご案内いたします。当便はただいまより空席待ちのお客様の航空券並びに前方待ちの席に行います。当便にて空席待ちをされているお客様13番、14番、搭乗口付近でございます。空席待ちカウンターまでお越しください。まあ、本日のクラス J シートはカテゴリー S1 番のお客様を待ちまして満席の予定でございます。カテゴリー S2 番以降の番号をお持ちのお客様を対応されますが、ご搭乗手続き済みの普通席でご搭乗をいたします。皆様のまたのご利用をここでお待ちしております。なお、こちらのアナウンスはお座席確約のアナウンスではございません。あらかじめご了承ください。日本航空より17時50分発旭川行き557便にて空席待ちのお客様へご案内いたします。本日のクラス J シートはご予約のお客様をもちまして満席となりました。当便にてクラス J アップグレード空席待ちをされていたお客様を対応されますが、ご搭乗手続き済みの不施策でご搭乗お願いいたします。皆様のまたのご利用を心よりお待ちしております。日本航空より17時50分発旭川行きをご利用のお客様、事前改札のご案内をいたします。2歳までの小さなお子様連れのお客様、現在妊娠中のお客様、ご搭乗に際し係員のお手伝いが必要なお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして旭川行きは優先搭乗のご案内をいたします。ダイヤモンド、エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。いつもご利用ありがとうございます。続きまして旭川行きは機内の混雑を避けるためお座席番号が30列目より後方のお客様をご案内いたします。どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。改札機ご通過の際には搭乗券、IC カード、バーコードが付いた媒体が必要でございます。お一人様一つ必ず保安検査所でかざしていただきました媒体をお持ちの上お待ちください。また改札機反映がするまでに少々お時間を頂戴しております。ランプと音が鳴るのをご確認の上お進みいただきますようご理解とご協力をお願いいたします。まだ時間出発にご案内いたします。日本航空旭川行き17時50分発557便、ご利用のお客様はただいま搭乗口13番からご搭乗ください。 Japan Airlines Flight 0557 for 旭川 is now boarding through gate number 13。 長らくお待たせいたしました。
行にかかわらず、すべてのお客様をご案内いたします。どうぞ、13番搭乗口よりご搭乗ください。スムーズなご搭乗にご協力くださり、ありがとうございます。ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空、旭川行き、17時50分発、557便、ご利用のお客様は、搭乗口13番からご搭乗ください。This is the final call for Japan Airlines, flight 0557 for Asahikawa. Passengers on this flight should be on board through gate number 13. 続きまして、日本航空航空機329便は優先通過として、ダイヤモンド、エメラルド、サファイアがインジェル、グローバルクラブのお客様、さらに日本鉄ファーストクラスをご利用のお客様を先に飛行機内へご案内いたします。どうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして、日本航空航空機329便は飛行機内の混雑を避けるため、お座席番号後方30列目以降のお客様を先に飛行機へご案内いたします。どうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。本日クラス G をご利用のお客様、並びに数席前方へお座りのお客様は改めてご案内いたしますので、今しばらく11番搭乗口付近にてお待ちください。またご搭乗の際には保安検査場でかざしていただいた二次元番コード、 IC 機能付きカード、搭乗券が必要になります。ご案内ですのではご搭乗いただけませんので、保安検査場でかざしていただいたものと同じものをご用意お願いいたします。また改札機にはセンサーがございます。赤い箱の上で一歩立ち止まっているように、光とお客様を確認した後ご通過をお願いいたします。 QR コードの読み取りにも3秒から4秒ほどお時間をいただいておりますので、スムーズなご搭乗にご協力をお願いいたします。ご案内いたします。どうぞ12番搭乗口よりご搭乗ください。
大阪伊丹行き18時25分発133便ご利用のお客様はただいまより搭乗口12番からご搭乗ください。もう一度触れてください。 Japan Airlines Flight 0133 for Osaka Itami is now boarding through gate number 12. This is the final call for Japan Airlines, flight 0133 for Osaka, Itami. Passengers on this flight should be on board through gate number 12. This is the final call for Japan Airlines, flight 0331 for Fukuoka. Passengers on this flight should be on board through gate number 9. This is the final call for Japan Airlines, flight 0605 for Nagasaki. Passengers on this flight should be on board through gate number 14. 日本航空より出発便最終のご案内いたします。7時30分発関西空港行き221便はただいまご利用の皆様方を機内へと最終のご案内中でございます。当便はお客様のご搭乗お待ちしております。どうぞお乗り遅れのございませぬようお早めに24番搭乗口よりご搭乗ください。またお近くの日本航空係員までお知らせください。221便関西空港行きは間もなくで出発いたします。日本航空よりご搭乗最終のご案内をいたします。
7時35分発長崎行き日本航空605便はまもなく出発いたします。ご利用のお客様は14番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空よりご案内いたします。函館行き7時45分発日本航空585便はただいまご利用の皆様を連絡バスへとご案内しております。函館行き7時45分発日本航空585便ご利用のお客様は1階北橋ラウンジ34番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空よりご搭乗最新のご案内をいたします。長崎行き7時35分発日本航空605便はあと5名様のお客様をお待ちしております。長崎行き7時35分発日本航空605便をご利用のお客様はお急ぎ14番搭乗口よりご搭乗ください。
for Kochi. Passengers on this flight should be on board through gate number 12.日本航空905便の飛行機のご案内は13番搭乗口にて7時55分を予定しております。こちらの便を搭載いたしますのはしばしでございます。お手伝いを希望されるお客様はどうぞお気軽にお進めください。日本航空より沖縄那覇行き8時15分発日本航空905便をご利用のお客様へご搭乗の順番についてご案内いたします。搭乗時のお客様同士の間隔を保つためご搭乗は6回に分けてご案内いたします。それぞれのご案内までおかけになってお待ちください。はじめに事前挨拶としてお手伝いを希望されるお客様、2歳以下のお子様連れのお客様、妊娠中のお客様をご案内いたします。続いて、搭乗券またはご搭乗案内レシートに記載されているウェブ番号順にご案内いたします。まずグループ1として本日ファーストクラスをご利用のお客様、ダイヤモンド、JTBC プレミア、エメラルドフラインのお客様をご案内いたします。次にグループ2としてジャルグローバルクラブ、サファイアファインのお客様をご案内いたします。その後、混雑を避けるため、グループ3のお乗り番号40番以降のお客様をご案内いたします。続いて、グループ4のお乗り番号20番以降のお客様をご案内いたします。最後に、グループ5を含めた全てのお客様をご案内いたします。今日のワンワールドアライアンスメンバー、日本航空をご利用くださいまして、ありがとうございます。日本航空より行く先はお客様にご案内いたします。ただいまに8時15分発沖縄の早行き905便にて行く先のお客様の搭乗券と整理券番号の確認をいたします。沖縄行き905便にて行く先のお客様は13番搭乗口横行く先カウンターまでお越しください。なおこちらの放送を出せた壁ではございません。あらかじめご了承ください。日本航空より沖縄那覇行き8時15分発日本航空905便をご利用のお客様へ事前挨拶のご案内をいたします。係のお手伝いを希望されるお客様、赤ちゃん連れのお客様、妊娠中のお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。お待たせいたしました。沖縄那覇行き日本航空905便はグループ1のお客様を飛行機へご案内いたします。本日ファーストクラスをご利用のお客様、ダイヤモンド、JTBC プレミア、エメラルドファインのお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空より続き15分発沖縄那覇行き905便にてファーストクラスのみ行ってきます。当便のファーストクラスはカテゴリーです7番のお客様をお過ごして満席となりました。当便にてファーストクラスのみ受付を受けたお客様はこれにますがご搭乗手続きのお送りの席でのご搭乗をお願いいたします。このご利用を乗せております。続きまして沖縄那覇行き日本航空905便はグループ2のお客様を飛行機へとご案内しております。どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして沖縄那覇行き日本航空905便はグループ3の後方のお座席のお客様を飛行機へとご案内いたします。お座席の番号は40番以降のお客様どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。
ご利用のお客様は、ただいま搭乗口13番からご搭乗ください。0905 for Okinawa now is now boarding through gate number 13.